高尾さん、はい、またちょっとコメントで、うん、すごい重たいの来てましたんで。重そうやね。はい、今回中古車業界のタブーに触れる可能性がある動画でして、はい、事前に打ち合わせさせてもらったんですよね。うん、すっごい嫌。そうですよね。導入がもう重いもんですね。そうですね。早く喋るって感じかもしれませんが、うん、このぐらいっていうところはちょっと視聴者さんに伝えたいなと。そうね。中古車業界でローンについてですね、うん、このチャンネルローンについての動画は何個か上げさせてもらいましたが、はい、被害者がまた出ましたということで。めちゃくちゃ来てたよね、はい、被害者の声を拾ってるけどその動画やってくれって言われてて、正直触れたくなくて本当の闇だからね。そうですね。視聴者さんからあったので、まあ金利がすごい高かったと、はい、で、まあ、それはいいんだけど、そのローンで組んでくれたら安くするよと、現金で買えるんだけどローン組んでくれたら安くするって言われたと。1年経過して一括返済してくれたらその他の金利ってわずかだから、それ以上に値引きするから今キャンペーンしてるからお願いって言われたと。実際それだと得だねって言って組んだけど、1年後返済するって時にびっくりするぐらい金利がかかってきたと。いわゆるね、手数料が、はい、あれ言ってた話と全然違うじゃんって言いに行くと、え、そんなこと言ってないですよとって言って白切られたっていう問題が全国でとんでもない数出てた、少し前にね、はい、今でもパラパラ出てるらしいけど、うんうん、で俺はそれ正直耳入ってた。そんな感じです。実際中古車業界であったヤバいローンの話、実際にあった話ね。でそれがなぜそういうことが起きてて多発してたか、はい、多発どころじゃないと思う。でそれを結果やね、システムの今ね、これあの業界も動いててだいぶ改善に向かってるみたいだけど、まだまだ正直悪徳って呼ばれる売り方があるみたいだから。僕話すかっていうと金利のところ、うん、そうね、はよく皆さんから質問ありますんで、はい、まずね、僕で言うと15年ぐらいこの業界携わってるけど、僕が入ってきた頃ローンには全く注目してなかった。要するに車を100万円仕入れて120万円で売って、この20万円を利益だよね、まあ、それが130万円で30万円だったり、この本体で儲けようっていうビジネスモデルだって基本的には。である時一定確率でローンの組む人がいるよねって気づき始めたわけ、みんな、はい、でそのローンの金利を高く設定しててもみんな組むよねって気がつき始めたわけ、一定数、はい、でその高く組んでくれる僕たちはクレジット会社から安く調達して高い金で売れば、この差が僕たちにキックバックとして入ってくるわけ、はい、これを狙いに行く方が美味しいんじゃないかって気づいた人がいたわけ。それをガンガンやり始めた人たちがいたわけ。そうすることによって大体ね、まあ、地域によるけど10人車売ると3人ぐらいローン組むわけ。そうすると本体30万狙っていくより本体10万狙って客バンバン引き寄せた方が、一定確率のローン狙った方があらりがでかいことを気づき始めたわけ。だから全体的に本体の表示価格が下がっていったっていう経緯がこの10年ぐらいの間起きたよね。で大手の車屋さんで、これ IR の情報で公開してる上場企業もあるけど、多分ローンのキックバックがなくなると赤字になる会社が山ほどある。そうですね、ローンのあらりの方がでかいとは言わないけど、ローンがなくなれば赤字に転落する会社ってもうむちゃくちゃあると思う。収益の柱になってる正直、うん、車屋なのに。これがこの売り方を加速させている原因で、具体的にどういうことが起きてるかっていうと、例えば100万円の車を現金で買おうと思いました、現金買おうお金あります、今ローンキャンペーンやってんで組んでくれないですかって言われたと。その時に金利持ったないから嫌だっていうと、それ以上に下取り金額とかコーティングもサービスする、陸送費もサービスするから、それ以上に安くするから組んでくれって言われたと。でその時見せられたのが120回組めば、はい、金利が当然高くなるからそれを取りたいわけ。金利がもう何十万円もかかる、それこそ100万円で120回とか4、50万とかちょっと分かんないけど、それがかかると思う、多分ね、はい、それ一発取ると会社に入るキックバックとしては正直2、30万入ると思う、はい、車では10万円利益かもしれないけど、ローン組めば2、30万入ると思う。車よりでかい、でもお客さんその負担するわけ、金利で。それは嫌だってお客さん当然言うよね。こっからがポイントで、いやお客さん1年で組んでくださいと、1年組んでくれれば僕らはキックバック入ってくるんで、そっから現金で一括返済してもらえれば1年分の金利しかかかりませんよって言うわけ。あ、なるほどと。それってどれぐらいなのって言った時に、12回払いっていうボタンをシステムで押すわけ、はい、そうすると12回分の金利、1年分の金利がポコッと出るよね、うんうん、100万円の1年分の金利、はい、例えば 9.9% だったら、まあ、10万円ぐらいになるのかな、うんうん、おそらく下取りその分20万円アップしますよとか、コーティングも5万円でサービスしますよとか、はい、いわゆる自分の裁量の範囲でやるわけ。20万値引きしてくれて10万円の金利だったら得だよねって錯覚するわけ、お客さん。じゃあ困ってるっぽいからキャンペーンしてるんだったら組んであげようって言って組まされたわけ、そのお客様はね、うんうん、俺が聞いた話によると、はい、だけど1年後実際に一括返済する、クレジット会社に返済しますんで、100万円の車を組んでたら金利払ったとしても110万かな1年で、はい、その話によると。だから一括返済すると110万引く、まあ、1年間で払った金額だから、まあ、実際90万円ぐらいで返済できるんじゃないかなって思ったら、
一括返済したければ130万払ってくださいって言われたみたいな、その人は、うんうん、そりゃそうじゃん、そうです、ね、120回で組んでるから、実際に1年分の金利で見せて、あ、これだけかと思ったかもしれないけど、1年分実際に組むのと120回組んで1年で返済するのでは全然金利違うじゃん。そうなんですよね、うん、12回払いだとね、元利均等だから元金が減っていくのに対して金利だから、はい、実際にはさ、その10万円ぐらいかもしれないけど、10年組んでそれを1年で払うのはもう全くわけが違う。これをマジックのようにやってるのがめっちゃ流行って、実は当時聞いてて、はい、俺たちが会社辞めてからもう正直むっちゃムカついてて、これとんでもないことになるんじゃないかなと俺思ってて、それ大丈夫なのと思ってて、それを一部の営業が気づいて、うんうん、自分のそのマージンを取りに行くために会社のルールを無視してやってたのかもしれない。それはひょっとするとね、まあ、そう信じたいね俺たちは。でとんでもない何百人っていうお客さん、何千人かもしれないひょっとしたら、でそれ組まして1年間は逃げ切れたわけ、はい、でそれが1年後、まあ、今からで言うと多分3、4年前ぐらいに全部抜き出てきて、とんでもない数のクレームと裁判でヘロヘロになってるって俺は聞いてる、いろんな会社の幹部から、はい、これ偉いことになってると。正直マスコミからも取材がめちゃくちゃ来た、俺辞めた人だから喋ってくれって言って、うん、だけどもう怖くて喋れなくて、俺も知ってるけどっていうのが今コメントでバンバン来てて、はい、あれってどうなんですかっていうのが来てるから、今もう喋ろうと思って喋った、そんな感じ。そうですね、うん、大丈夫かな、ちょっと一人でベラベラ喋ったけど、ありがとうございます。使えそう。ちょっとまあ過去の話もあるんで、もしも見てもらってる小説さんが中古車買いに行った時にローンでこう金利が戻ってくるみたいな、そう、確かに早く残債一括したら戻るは戻るんですが、うん、全部戻らないですね。そう、表現がちょっと違うよね。そうなんですよ、戻るって感覚じゃ払ってないから、はい、だけど一回組んでもらって後で一括返済すればいいですよトークはかなり危険だから、うん、絶対に乗らない方がいい、まあ、シンプルに銀行さんで借り入れてもらったりですとか、うんうん、まあ、バディカの場合も金利が、そうね、俺たちも正直、はい、あの 4.9% でやってて金利は、はい、でこれ手数料うちも入るいくらか、うん、まあ、100万円ぐらいのローンだと正直数万円入ってきたりもする。そうですね、でこれもお客さんもちろん言ってて、銀行で組める人は組んだ方がいいと思ってて 1.9% とかね、最安だとそれぐらいであるんじゃないかな。あ、もうあると思います ね。それがまあ 2.9 とか 3.9 だったりもその人のなんか信用状況にもよるじゃん、はい、そうですね、借り入れ額とかにもよりますし ね、でまああと行くコストとか考えたりして、うちの方がいいって思えば組んでもらえればいいし、銀行の方が安いんで絶対で、そっちの方が通る人は絶対行った方がいいと思ってるけど、正直30万円の車とこっち50万円の車を預かってるから、もうその人たちからするとほとんど変わんないし、はい、もうこの場合さっと行けるんなら審査簡単な方でいいよって言ってくれる人組んでくれれば俺たちはまあありがとうって感じでするもらってる。やっぱ書類の返しとかいろいろあるからね。そうですね、あともう一個、俺たちがこれ以上下げれない原因は、これもちょっとね言いにくいけど、市場の相場っていうのがあって、ディーラーさんはこれぐらいっていうのがやっぱ 4.9 なんよね、はい、でそれ以上安くして刺激したくないっていうのある。正直あいつおいみたいなの絶対言われると思う、俺たちこれ以上下げると。だから俺たちは 4.9 でやってるけど銀行進めてるって感じ。これはまあ別に言われたわけじゃないよ、まあ、それがもう闇っちゃ闇かもしんないよね。そうですね、視聴者さんに知る権利があるから、まあ金利ってそういう感じ。もちろんその中で、まあ、誤解してほしくはないんですが、うん、審判会社っていう、まあ、その車屋さんのローンですねと銀行ローンだと、もちろん銀行ローンの方が通りにくいって言われている。通りにくいって言われてるよね、はい、まあ、実際通りにくいと思う。厳しかったっていう人をうちで通ることはもうめちゃくちゃあるしね、はい、僕は思うのは、うん、銀行ローンの場合だと即日審査ってなかなか難しいじゃないですか。そう、ちょっとめんどくさいよね、1週間後またさらに行ってとか、うん、そうね、その人のなんか日給で考えると、まあバディカぐらいの元金の車だったら、うんうん、 その分ぐらいの差は逆にないぐらいで簡単に組めちゃうっていうのはあるかもしれないですね。ありえるよね、はい、うん、まあそれも踏まえてどっちが得かな、時間が全然取れるって言ったら絶対行った方がいいと思う、うん、そうですね、だけどまあめんどくさいし平日休みできないし、うん、はい、1、2万高くても別にいいよっていう人だったら全然ねいいと思う。金額はっきり差が出るかもしれないからね、まあうちとかも全然聞かれたお客さんに言うし、その銀行ってどれぐらい違うのって言われれば、まあ、システムでねパッと打ち込めば、うんうん、うちだったらこれ10万円の金利だけど銀行で組めば、ね、もし 2.9 でいけるんだったらこう3万円ぐらい安いですよっていうのは説明するから、それが説明してくれない会社って多分ないと思うし、あればちょっとやばいと思うから、まあ、それは確認した方がいいかもしれない。そうですね、うんうん、その中でちょっと豆知識じゃないんですけど、うちでローン組まれる時に、うん、住宅ローンがあるから通りづらいんじゃないかみたいな人たまにいるじゃないですか、はいはい、あ、いるね、確かにね。実は住宅ローンとかがあった方が通りやすかったりしますよね、うん、いいよ、そう、もちろんもちろん何の問題もないね。ちょっとそういうプラスな感じで動画終わろうかなと思って、あ、明るい話でしたね、はい、そうそうそう、あ、大丈夫かな、いや、これはちょっとリアルにそうっすね本質ついちゃってますんで、うん、これなんか忖度ないね。
そうですね、うん、忖度ないですねなので、まあ、ちょっと改めて皆さんにも金利は確認した上で、うん、はい、お納得できるところで組んでほしいです ね。これ、まあ、ホットな情報によると今ね本体価格を下げて初期費用でぼったくるみたいな荒っぽい商売がかなりエスカレートしてて、まあ、公取さんとかも規制をかけようってね、来年の10月か11月ぐらいからちゃんと総額表しようって決めた、ルール化された、もう暴走する大手をちょっとやめさそう、このマーケティング勝負やめさそうっていうことでちゃんと摘発され始めて、人が入り始めてルールが決まった。で次はローンだよねっていうのはもう分かってるから、みんなで今はもう大手さんもその 9.9% から下げていこうっていう傾向にあるみたいで、営業マンにもある程度裁量が与えられてるみたい。俺それもどうかなと思うけどね、お客さんの顔色見て 9.9% か 7.9、 6.9 でいこうかってなんか与えられてるって聞いた俺正直。これね車明るい話で終わるはずが、ごめん、前は 9.9 一本だったけど、はい、下げれるようになってきたっていう傾向にあるから、まあ、みんなこのままじゃやべえなっていうのは大手の人たちも分かってきたみたいですね。で中小の人たちもこれをフォローすると、もうね大手がそれやっちゃうと俺たちもそれやるしかないよねって感じでみんな言ってた、やりたくないけど、うん、やっぱ金利で稼ぐモデルだと本体価格グワッと下げれるから、確かに。で検索にそいつらばっかり出てきて自分たちなんか生まれちゃって、自分たちもさやっぱ家族とか社員いるから、もう自分たちお客さん全く来ないから仕方なく同じように本体を下げてクレジットで稼ぐってモデルで、もうやむにやまれずやってるって話は俺はもう何十回も聞いた、もう苦しいと。だからその人たちのフォローするっていう意味ではそれだけど、大手が金利とかも公正にやってくれるようになれば、中小の人たち俺たちみたいな中堅とかもまっとうに戦えるようになると思う。俺たちはねもともとまっとうにやってるけどね、そんな感じだから、これから良くなるって話ですよ。そうですね、分かりやすくいい商売をしようってことですね。はい、ローン組んでくれれば安くなるよっていうトークがもしあればないと思うけど、それはかなり注意してほしい。そうですね、一旦帰って忖度ない社長にコメントで質問してください。そうですね、はい、はい、前回もですね、うん、まあ、ちょっとこういったローンを組まないとプレゼントキャンペーンが使えないとか、うん、っていうような情報も発信してますので、そちらも見てもらえたらと。そうね、はい、はい、思いますので、まとめまして、まあ、この動画がいいなと思ってもらった方はですね、高評価ボタン、はい、お願いします。今回は見切ったんで、そうですね参考にならなかったっていう方はもしいたらバットボタンでもいいので一緒に押していただいて、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。それでは本日は中野さんありがとうございました。ありがとうございました。